石巻市の北上川の河口では3メートルほどに育ったヨシを地元の業者が連日専用の大型機械で刈り取っています。海水と真水が混じり合うこの付近にはかつておよそ200ヘクタールにわたってヨシが群生していました。震災による地盤沈下などで大きな被害を受けたものの、現在は7割程度まで回復したということです。刈り取ったヨシはかやぶき屋根の材料などに使われます。日本の文化財建築のやっぱりかやぶき屋根というのはとても重要な存在でして、そのかやぶき屋根を守っていくための、最初 の、 大切な作業として、僕らも日々頑張っています。冬の風物詩ヨシ狩りは来月いっぱいまで続き、4月になると芽吹きを促す野焼きが行われます。